京香とまさしの青い山脈。はい、始まりました。はい、はい、京香とまさしの青い山脈でございます。よろしくお願いします、ね、CD も出ましたからね。はい、はい、出ます。もうすぐ出ます。3日ですね。いよいよ、はい、番組タイトルの CD も出ますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。さあ、本日も中目黒カフェ&ライブスポット FJ's からお送りしております。ありがとうございます。はい、おしゃれな空間からおしゃれなトークと歌をお届けしたいですね。おしゃれなトーク引きつってしまいました。ではまず、京香ちゃん近況自己紹介をお願いします。はい、最近スターバックスのカモミールティーに蜂蜜を3周かけるのにハマってる三田京香です。ははは、美味しいんですよ。私ちょっとやってみよう。コーヒーちょっとあまり飲めないので、うんうんうん、ホットティーの普通の紅茶のとこにノンカフェインってカモミールティーってあるんですけど、うんうん、はい、それに蜂蜜無料でカスタマイズできるので、あ、じゃあ蜂蜜お願いしますって、何週かけますかって店員さんに言われたら、はい、うーん、3週でとか言って3週、はい、はい、4週ですって言いたいところだけど3週で止めてるわけですね。たっぷり、はい、分かりました。じゃあ皆さんもちょっとお試しようってことですね。飲んでみてください。情報として、はい、はい、飲んだよって方はまた感想もください。はい、さあ、まさしくん続いてどうぞ。はい、ただいま、皆さんからたくさんご支援いただいてますクラウドファンディングに全力投球させていただいてます。石原まさしでございます。もう締め切り近いんですよね。締め切り2月末でございます。はい、もうちょっとでございます。はい、本当にこれまで今すでにもたくさんご支援いただいて皆様本当にありがとうございます。この新しいアルバム NHK ラジオ歌謡を歌うという、新アルバムでございますけれども、これを追い風にまたこのまさしのずんどこぶしを全国にバババババッと広めていく、そしてまた皆さんに歌って踊っていただくと、そして最後もうこの2024年の暮れのあの大舞台に持っていけますように今一生懸命突っ走っているところでございます。ぜひもう僕一人でなくやっぱり皆さんと一緒に走って、頑張っていきたいなと思っておりますので、まあ、アルバムをみんなと一緒に作るってことですね。はい、でございます。はい、ぜひ一つよろしくお願いいたします。でもまた昭和歌謡 の20年代の NHK の、はい、ラジオ歌謡でございます。ラジオ歌謡、はい、またいいところに目をつけましたね。もうやっぱ国民、戦後の日本国民をもう、うん、やっぱりただのこう昭和歌謡という括りでこれはもう収められないと思うんですね。うんうん、やっぱラジオ歌謡というもうある意味です、こう健康的な、そうですね、まだテレビがね、はい、あの広まる前ですから、はい、そこにみんなが釘付け耳付けになってたわけですね。はい、はいはい、やっぱ今こそもう皆さん一緒に隣同士、うん、あの手取り合って肩組み合ってやっていかないといけないのかなという、うん、やっぱりそんな時代なのかなと思いますので、はい、これをぜひ歌って気になって、はい、また皆さんもう昔のようにそうですね、お隣近所ができる時代が来たらいいなと思っています。まさし君の可能性にベットしていただくってことですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして、今日は、関谷スパゲッティでナポリタンを食べてきた新婚の鶴間雅之でございます。今日ちょうどその話してたんです。中目黒のね、関谷スパゲッティ美味しいんですよ。ね、あとはあの、うん、JR の品川駅の中にしかないんですけども、入ってますね。はい、聞きながらその話を2人でサラダとスープのセットでセットでいただきました。はい、美味しかったです。いやじゃあ今胃の中ナポリタン、はい、大盛りですか。です週普通です。週色になってます。眩しいね。はい、さあ、まず最初のコーナーは、京香ちゃんに千本ノックってことだ。よ、前回は まさしくも鍛えましたけど、ね、京香ちゃんの本音を引き出すっていうか本音の扉を叩くっていう質問をしますので、いきますよ。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、答えを2つ千本ノックってことです。2つですね。2つ、はい、好きな色2つ。ピンクとオレンジ。好きな食べ物2つ。リンゴとたこ焼き。苦手な食べ物2つ。納豆と、あ、酸っぱい梅干し。はい、おすすめの旅先2つ。あー、内子町と秩父。はい、はい、スーパーに買い物行きました。買い物かごに必ず入るもの2つ。
愛媛県産のみかん、なんか柑橘類、はい、と、はい、あと蜂蜜の梅干し酸っぱいのは嫌いなのね、はい、甘いのはいいです、はい、小さい頃になりたかった歌手以外での、職業2つお花屋さんとキューティーハニーになりたかった続いてお袋の味2つしいたけ、さつまいもが入ったお味噌汁とあとそうあお袋の味はい次いきます、自分の性格好きなところ2ついつも笑顔を絶やさないところと実は人に優しいところ実は続いて自分の性格嫌いなとこ2つあ細かいところが気に、うん、すぐ気になっちゃうのと、うん、あと泣き虫ほう持っている資格免許2つあ幼稚園小学校の教員免許と運転免許私がするプチ贅沢2つあスタバでカモミールティーと何かスイーツを昨日はオレオパウンドケーキをつけて、はい、それがスイーツとドリンクでプチ贅沢が1つとあと1つはそうですねちょっといい化粧品を買う、はい旅館やホテルの朝食バイキング、うんマストアイテム2つサラダ、野菜サラダ、うん、ほぼほぼ全種類、うん、海藻とかも、うん、全部取るのと、はい、ヤングコーンもねヤングコーンはあったら嬉しいですねあんまないけどサラダ全制覇と、うん、あとそうですねあればなんですけどおかゆおかゆねおかゆがあるとかありますね僕のマストアイテムはカレーですあー2杯目カレーにでかい私もミニカレーねあミニカレーミニカレーですはい続いてカラオケ18番2つあー恋に落ちてフォーリンラブはいと、まあ、長山洋子さんの、はい、ジョンカラオナブシですかね自分の元になった曲ですねはい、はい最後です歌手になって良かったこと3つ3つやっぱり家族やお世話になった人に喜んでもらえるっていうこととすごい新たな出会いが本当に日々たくさんっていうことと、うんはい、あとやっぱりこう悩むことがあってもやっぱり一生私に歌はこう寄り添ってくれてるのかなって歌とこう向き合える時間が増えたことですかね、うん、はいはい、めっちゃ真面目にありがとうございました。何も面白みのないあとうちの母が料理が下手っていうのがちょっとバレちゃう。お袋の味がね1個しかなかったしかも味噌汁っていうなんか夢のあるメニューが出てくるかと思ったらいや私地球最後の日に何が食べたいですかって聞かれた時に、ね、そう、はい、絶対、はい母の味噌汁は入れてるんですよ、うん、あ僕はね母が握る炊きたての塩味のおにぎり、うん、あ塩味これがもう最後の究極のシンプルイズベストのね炊きたての白飯の塩にぎり、ね、私もおむすびに入れとこお袋の味俵型の海苔が巻いたよくお弁当に入ってたおむすび、それも炊きたてね炊きたて塩味がいやどうですか、はい、まさしくは何僕 もうやっぱりお袋の味って言いたいんですけど、うん、僕の家庭は両親一緒に、うん、両親2人で料理作ってくれますので、うん、僕がよくリクエストしていた焼きうどんも焼きうどんあ出た焼きうどんもう鰹節をかけてゴーヤも入ってんのゴーヤは入ってないんです、はい、よくなんかね沖縄料理とゴーヤの輪切りみたいな薄いの入ってたりするんで、僕のリクエストによって玉ねぎとゴーヤは抜いてもらってるんです。あなるほど、はい、癖のあるね子供のちっちゃい頃はね、はい、癖のあるのはちょっとね、はい、分かる分かる それが残ってまして、はいはい、分かりました。そういう感じでちょっと京香ちゃんが見えた気がします愛媛愛のねちゃんとみかんをカゴに入れるとかねやっぱりどうしても自然に
手に取ったら愛媛県産って書いてあるんですよね、うんうん、なんかいろいろ並んでるじゃないですか、うんうん、で色形見て、うんうん、これかなってよく見たら愛媛県産ってなってる、うん、やっぱり愛媛子なんだなと思って、キューティーハニーになりたかった。本当に書いてました、あの幼稚園の子、キューティーハニーって変身してました。変身してました、してました、ちょっと浮かんでたりした。はい、ということでまた、みんなが油断してる時にこれやりますので、よろしくお願いします。では、京子ちゃん、久しぶりの新曲聞きましょう。カップリングの、そうなんですよ、青い山脈のカップリング曲、はいはい、タイトルは島並海道という曲なんですけれども、はい、あのまさしのずんどこ節を手掛けてくださった先生に私も楽曲をいただきまして、はい、あの本当にそうですね、初めてこの詩をいただいた時にあまりちょっとピンとこなかったんですけど、僕も聞かせていただきました。京香ちゃんが詩送っていただいて読んで、うん、これどういう感じの曲なんだろうって聞いて、なるほど、これは瀬戸内のなんかこう地名をうまく織り込んで、そのある女性が男性にこう思いをこうなんかこうね、こう一つ持って歌のかなっていう気がいたしました、はい、だから京子ちゃんがそれをどう自分で背負ってよいしょ背負って心の中に注入して歌うのかちょっと興味深いです。はい、じゃあとりあえずじゃあ、はい、聞いていただきましょう。島並海道、はい、三田京香新曲、海道は海の道ですからね、はい、そうですそうです、はい、島並海道聞いてください。
ありがとうございます。陰りのある女が一人港でね後ろ姿で風にこうなんか立ってるって感じ、なんかねアレンジを聞いてるとね、まあ、歌声はもちろんなんですけど、なんか2時間サスペンスドラマの船越さんが追っかけてる感じのなんかね、そうですね、エンディングテーマに向いてるなって感じが今日はちょっと僕個人的にねそう思いました。ありがとうございます。でもなんかこうまた新しいジャンルにチャレンジ、京香ちゃんが新京香がねまた見てて、新京香新ゴジラ新京香なんか新しい学科が始まったみたいな新京香いやでも本当になんか初めての感じ、うん、今までの私のオリジナル作品を全部知ってくださってる方が聞いたら、うん、こんな歌挑戦するのってこう多分びっくりされるんじゃないかな、うん、まあ私自身もこれ私歌えるのかなというかどんな感じなんだろう。でもねなんか歌に乗ってましたよちゃんと。そうですね、なんかこう寄り添ってた、うん、あ曲に嬉しい、はい、なんかレコーディングの時は安心してください、ありがとうございます、うん、安心してください、ちゃんと聞けますから。あーよかったいやでも本当にもうお結構そうですね思いのままというか、うん、もうぶつけてレコーディングはできたかなって感じなので、まあ、あとは頑張ってしまなみ海道周辺を攻めていこうでもね瀬戸内だもんね。そうですそうです、海道はサイクリングコースもあるしね、だからそこでまたサイクリングしながらこの曲が流れるとちょっと不気味ですけど違った意味での新しいねしまなみ海道のまた違うページを開いてくれたって感じはちょっとしますよね、はい、ぜひ青い山脈とともに応援よろしくお願いいたします、うん、山脈としまなみ海の方ですからね、そうです、海と山と、ね、そう、ね、3階の珍味がセットになってるわということでまたアドリブで今日もね3分間のつぶやきありますよ、はい、さあ笑ってますけどもなんかお願いします、なんかお願いしますよ、なんかお願いしますですか、うん、そうねそうねそうねいつもね世間話になるんですよね僕の場合はね、どうしよう自転車でどっか行ったんじゃないの、自転車で最近行ってないの、いつも自転車はもうこの通勤家からですね、うん、いつも止めてる公園までしか、うん、走ってないんですよ、はい、それだけ忙しいってことか、もうおかげさまで、うん動かしていただいてるんですけれどもやっぱりやっぱり何自転車のこと言おうとしたのそこ広がりそうもないから、はい、なんかオブスマに行ってきたんだって、あオブスマに、はい、行ってまいりました、東上線池袋から乗ってオブスマなんか寄居の近くにあるそうなんです、ね、埼玉県そこの、はい、このカラオケ喫茶さんにお邪魔したんですけれども、うん、オブスマってね全然読み方ももちろんわからなかったんですけども、書けないかな、書けないんですよ、男ふすま、今上が今ですかね、今って書いて下に衣だったかなと思うんですけど、うん、だったかなということは覚えてないんですけれども、うん、そのオブスマってところに初めて行ったんですけれども、僕東武東上線がやっぱり大好きなんですよね、大好きなのそんなに乗ったことないでしょうね、うん、でももう数えたあれはね東武東上線は実はまだ3回かな、それで大好きな大好きなんですよ、横の魅力がいい、僕は一番東武東上線で一番遠いところで、うん、まだ鶴ヶ島までしか行ったことがなかったんですけれども、ね、はい、木村先生のところで、はい、そのもう鶴ヶ島もひょいと越えてオブスマまで行ったんですけどもね、もうやっぱりもう本当に東京から逃げるっていうのはこんなにやっぱいいことなんだなと思いますけれどもね、もう田園風景ばっかり、田園風景ばっかり、うん、そうです、はい、もう東武、まあもうそんなもんでございますけれども東上線が大好きだったはだからいかに東京がこんだけ家が密集してるかっていうのは、はい、そうですね、まざまざと感じるよね、はい、見慣れちゃった、だけどやっぱり離れると分かるよね、うん、もちろん空気が違うのはもちろんですけどね、うん、もうなんていうんですかね、心がやっぱ清らかになるっていう感じですね、本当に、はい、本当ですよ本当にって、いや心の声を本当かって本当ですよ心
心が清らかになるのね。だから清らかにもう一個つけてほしいんだよね。清らかだとね、なんかその場しのぎの答えに聞こえちゃうから清らかそうそう東武東上線乗って抱えちゃってる頭を痛いとこ疲れたみたいな。清らかで済まそうとしてたのに今ね、はい、これからどうしよう、ごめんね、突っ込んじゃってでもね、歌の道をね進んでいくわけですから、はい、やっぱり田園風景 の, 今ね、あ、田んぼがねちょうどね、僕もこの間ね、東武日光線に乗ったの ね浅草から浅草から、出てるんですよ、松屋の上からね、そこから、乗ったんですけども、本当に東京過ぎて栃木に入ると、うん、もう両脇田んぼの、ね、稲刈りした後のもう土の状態、うん、今土だから田んぼを見ても今土が休んでるんだなとか、そこまで考えてほしいの。ただああもう刈り取られた後だな、ね、今土が休んでると、そこに雪が降ったりしてまた水を染み込んでっていう、だからね、演歌って奥深いのよ、はいはい。で、一つ紹介します。これ FM 熊谷でも紹介したんですけども、はい、八代亜紀さんの言葉、先日お亡くなりになっちゃったんですけども、はい、そんで、ね、夕刊フジに昔あった記事がありまして、はい、2015年12月3日発行の夕刊フジピープルの欄で、八代さんはこう語ってます。私は自分のことを歌うのではなく、この自分のことを歌うのではなく、曲が描く誰かの人生を歌っていますと。表現者ではなくて代弁者なんですと。だから演ずる歌の女王、演ずる歌の女王というと言われる、それは最高に幸せで最高に嬉しいと、幸せな歌手になりましたと明かしていました。だから演歌っていうのは八代さんにとっては演ずる歌の歌手っていうことなんですね、はい。これ僕もね、目から鱗でした、この記事を見たときに。演歌ってなんか固定観念でね、はい、なんか演歌ってイメージを演歌が歌うっていう日本のジャンルとして捉えてたんですけども、八代さんはそのジャンルを超えてその歌詞を演じて、だから舟歌は心にこうじわっと染み渡ってくるんですね、はい。別に俺日本酒飲んだこともないのね、別に酒を見てもないしお酒飲まないから、でもなんか魚は炙ったイカでいいって、なんかいつも話してるけど、ふるさととか青い山脈と一緒だよね、はい。なんか子供なのに染みてくる感じもあるよね。あります、不思議だよね、はい。それがだから歌の力、はい。またつるまのつぶやきになってしまいました本当だ、いつの間にか勉強会ありがとうございます、ありがとうございます、 ということで、さあ続いては前回からやりました、はい、あの現象にネーミング、うん、もう募集してるんですけども、これは日本撮りですからまだ届いておりません、はい、書き込みも見れておりません、はい、はい、もうズバッと言っちゃうけどそうそれでまたね、一個考えてきました僕はね、あるなんですけども、家を出て駅に向かってる途中、そのふとね、あれ俺鍵かけてきたっけなってすごい不安になる時あるのね。だからなんか鍵かけるもう ルーティーンになってるから、もう無意識でガチャガチャって自分の手が動いてるわけね。で違う考え事をしてるからでちゃんとやってんだけども、あれって歩き始めて駅行く途中で、なんか確か閉めてるはずなんだよなって言いながら戻ってみると本当に閉まってんだよね。まあ、それはそれでいいんだけどタイムロスなんだけども、でもその帰る作業のことを、現象のことをなんて言うかっていう。そうですね、本当にもう閉めたか閉めてないかって、もういつものルーティン確認することもなく行っちゃうわけですからね、うん。そう、私も最近戻っちゃうんですよ、戻っちゃう、戻った方がいいよね、
本当に、ね、なんか閉めてるんだろうけど、そうギリギリの時はねダメだけど、もうもうギリギリの時はもう閉まってるって閉めたって私は閉めたって思って帰る時にはやっぱりオーラ閉まってた、ね、うん、オーラ閉まってなかったことあんまないんですけどね、そうちゃんと閉めてはいる、閉めてるよりもあのね戻っ行ったり帰ったりする戻る現象のことを僕考えてきました、はい、これをねプチ里帰り、めっちゃいい、使わせてもらおう、里帰りだとちょっとプチ里帰りなんだよね、プチ合ってる合ってる、よかった作家としてすごい、さすが完結さすがとしか言いようがない、また拍手きました、ありがとうございます、すごい、はい、日々プチ里帰りそうそうそうだって若松社長一番共感してると思います。だあの、うん、閉めたら事務所の鍵閉めた、うん、閉めたっけとかこの電源消したっけとかって言って、うんうん、で自分で見に行けばいいのに絶対強化かまさし見に行って自分で出ましたここ3分間のつぶやき出ましたこれか口里帰りさせてくる社長じゃあ若松社長のことをプチ里帰りさせをさせをさせを、うん、なんか自分が見るより人に見てもらった方が安心するみたいな、私は自分で見る方がいい安心するんですけど、昔ねだから僕も一人もう四十数年前だけど、うん、こたつのスイッチ消したかどうかね、うん、冬になるとね怒ったあるある、怒った消してきた、確か消してるはずだっつってあとガスの元栓とかね、エアコンとかもエアコンとかね、そうそうそう、はい、電気系と、まあ、基本あ玄関の鍵だよねこれがもうそんな物騒ではないんだけど、ね、万が一って言葉がね、これは100年後も使われる言葉だから万が一そうそうそういいこと聞きました、なんかありますか、またお題出して、ね、いっぱいうわーって考えたんですけど、うんうん、1日2日経ってみたらそうでもないこれ私だけだなみたいなのがいっぱいあって、そうかもしれない私だけだ、でもちょっと紹介してはせっかくだから、はい、私まあレジ打ちのアルバイトをしていた身としてはですね、はい、最近セルフレジとか増えたじゃないですか、はい、でもう無人でこうレシートがバーって出てくるときに、うん、両端が赤いと、うん、もうなくなりますよってレシートがね、あなんか店員さんにこれ言った方がいいのかなとか、もうなくなるよっていうこの あと店員さんにもらっても店員さんこう見ずにハンって渡された時に、うん、あレシート端赤いですよってこう教えたくなっちゃう教えてくださいそれはやっぱり教えた方がいいですよもうだって店員さんもだから一応こうとうちの近所のスーパーもあるんですけど、うん、6台ぐらいそのセルフレジがあって、うん、普通のレジが3台ぐらいのね、うん、と大体年配の方はもうセルフレジ嫌だから普通のすごいって大量に買ってる人とかはね、うんうん、はい、だけどそのセルフレジ僕も行くんですけども、まだあの赤紙に当たったことない、あそうでもあれはラッキーにしといた方がいいですよ、そう当たりだと思ってたんですけど、そうそう当たりと思うぐらいの感じで、うん、それであの6台あるとこうやってお世話係とか一人必ず立ってて、あ確かにそうです、ね、その人、そうそう、その人に必ず言ってあげるっていうのが一番なんか機能的で無駄がなくて次の人が困らない、赤いですよ、そう、そうリレーしてあげるといいのかなっていう気はいたします、そうです、今度から、赤髪チャンスって言いましょうよ、あ赤髪チャンス、確かに赤髪チャンス、そうそう赤髪チャンスってそうですね、そう結構そう結構粘れるので、うん、まあ、まだいけるかなってこう思っちゃうんですよ、うんうん、まだ自分が言うほどでもないかなって、一応教えておくってことですね、確かに、うん、今度からこっそり教えて差し上げます、はいはい、ということで、こちらの方でも今募集してますので、はい、ぜひともあの、コメント欄、そうコメント欄に下の方で、なんか私もこういうことあるあるなんですけどネーミングまだついてないんですけど、こういう経験ありましたっていうものをぜひとも、書き込んでいただければと思います、うん、お願いいたします、よろしくお願いします、しっくりするネーミングを鶴間さんが、うん、つけてくれる、もうバッチリいえいえこちらこそよろしくお願いしま す, お願いいたします、ではまさし君の歌を今日は CD で、はい、フルバージョンで聴きましょう、 ありがとうございます、はい、贅沢にフルコーラスでかけていただきますけど、はい、よいしょっと、ちょっと髪が変わってますけどもね、はい、髪型が違う頃の
これジャケットでございますけれどもね、やっぱり眉毛太いですね、自分で見ると。3人振り付けがバラバラでございまして、はい、急に始まった振り付け盆踊りですよ。これ何ですか。僕当て振りをやってました。これズンズンあ、ズンズンってこと。ズキズキするような感じですか。はい、ありがとうございました。いいね、これを毎回言ってますけども、はい、年末に向けてズン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 ずっと進んでいくってことで、はい、はい、もうすぐ2月も終わりでございます、はい、クラウドハンディングの方もよろしくお願いしますということで、もう一回まさしくお願いします、はい、このクラウドファンディング実情でございますけれども、ただ今このずんどこぶしでございますけれども、もうそれこそ雨も嵐もかき分けてずんずんずんどこと進んでいくわけでございますので、これを全国の皆さんにもう何度も言うとですが歌っていただいて踊っていただいて、でまた皆さんの生活にずんどこずんどこと、また進歩もありますように、
僕自身も年末に向かって進んでいけますように一生懸命頑張っていきますので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、立派な挨拶で、いやいや言葉少なに2枚目のアルバムね、はい、ぜひとも見事なものを作っていただきたいですから、はいはいはい、この NHK ラジオ歌謡の、石原正史が歌う NHK ラジオ歌謡というわけでございますけれども、これはなんかもう正史君しか歌えないっていうアルバムになりそうだね。なんかこう他の人はもう太刀打ちできない感じするよ。いやどうもありがとうございます。本当にやっぱりこの、この生活の歌と、うん、僕はあの NHK ラジオ歌謡は生活の歌というふうに思っておりますので、うん、やっぱりこうもう一回蘇らせて、はい、本当に、はい、ぜひもいいなって、やっぱりいいなっていう、ね、お隣同士の付き合いというのを、うん、やっぱり 横のつながりというのをまた、はい、もう今すごくなんとなくですけども、はい、そうなんだよね、暗いような、なんかもうなんかね、戸締まりをするのが当たり前になっちゃったから、ね、昔はね戸締まりしないで、はい、おかずちょっといっぱい作っちゃったから食べてってお鍋で持ってきたりとかね、お醤油貸してっていうね、そのお醤油貸してって文化がね、いつ終わっちゃったんだろうかな、垣根越しの付き合いと言いますかね、何なんだろうね、お塩切らしちゃったとかね、はい、なんかこうね今言ったらもう何ですかってなっちゃいますからね、そうそう、うん、おかしいよね、はい、その生活が当たり前だったはずなのに、だったはずなんですけど、そう、芋の煮っころがして作りすぎちゃったのよって、ね、ですからね、もうこういう生活がまた、はい、もう僕ももちろん経験したことないようなこういう、うん、あの時代のお話でございます。でもまた僕たちは肌感覚っていうかね、はい、DNA でそれを持ってるんで、はい、そこをまた響かせていただきたいという気はいたします。ぜひその役目を果たせるように頑張りたいと思います、はいはい、さあお知らせ、他のお知らせお願いします。はい、前回言い忘れたのが1個あります、前回言い忘れたことがございますので、はい、じゃあお知らせでございますここからここからはい、テンポよく行きましょう、はい、はい、2月24日土曜日中野名曲堂さんで、15時半からキャンペーンを行います。そして、3月3日この日は、京香さんとデュエットさせていただきました、京香と正史というあのデュエットでですね、青い山脈の発売日でもございます。その日に、茨城の石岡健康センターさんに、お邪魔いたしまして、14時からの、歌謡ショーでございます。もうおなじみの場所だよね。おなじみです、石岡はね、大変久しぶりにまたおなじみのファンの方もね、はい、ぜひまたいらっしゃってください。はい、はい、そして、3月6日水曜日、京香さんと2人でお伺いいたします、錦糸町の関根楽器店さんに、12時からキャンペーンございます。そしてその後15時から、小岩の音曲堂さんで、キャンペーンを行わせていただきます。そして、2日後の3月8日金曜日、松戸市で、松戸でございますイベントハウスメロディーさんというところでございますけれども、こちら14時から、キャンペーンを行います。そして翌日、3月9日の土曜日、ミュージックショップ赤羽美声堂さんで、15時から、京香さんと2人でございます。赤羽で青い山脈ね、はい、赤羽で青い山脈はい、はい、そういうことでございます。そして、翌日の3月10日なんでございますが、以前からお知らせさせていただいておりましたが、石原正史初めての、新 BS 日本の歌に、出演いたします。3月10日日曜日の19時半からNHKBS プレミアム 4K で、放送ございます。もう録画設定よろしくお願いします。ぜひ録画必須でございます。一つ石原正史の緊張してる思いこれ何曲歌ってんのこの時この時は3曲、うん、2曲ですね、はい、2曲歌わせていただきます、はい、もちろんずんどこぶしも、はい、披露させていただきます。そしてこれが、3月10日から16日、17日、23日というふうに、再放送が続きますので、ぜひお見逃しの方はそちらで、もう本当でしたらもう毎回見ていただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。そして、3月16日の土曜日でございます、東十条のミュージックショップダンさんで、14時から、こちらも京香さんと2人でお伺いいたします、キャンペーンでございます。赤羽東十条って隣の駅だよ。隣ですね、はい、ですからもうこれからまた両方来れるってことね。両方そうですね、はい、
連日お願いします、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、そして、最後3月30日でございます、川越ゆうゆうランドさんに、お邪魔いたします。これ搭乗船で行くのかな、はい、これは搭乗船いつも車で行ってますね。あ、そうかそうか、はいはい、多分今度も車で行くと思いますので見かけた方は手を振っていただければと思います、川越ゆうゆうランドさんで、13時からお昼の部でございます。そして夜の部18時から、2回公演ということでございまして歌謡ショーに出演いたしますので、また他にもいろいろと計画をいたしておりますので、また皆様ぜひ遊びにいらしていただきたいと思います。ホームページの方でチェックしていただくってことですね、はいはい、アスプロのホームページとそれから、石原正史の各 SNS で、お知らせいたしますので、ぜひ覗いていただけると嬉しいございます。よろしくお願いいたします。京子ちゃんは、もう今まさしくん全部言ってくれたんで、あと見えテレビも続いてるんでしょ。あ、見えテレビもね、はい、続いてます。歌唱風月、歌唱風月、ひらめきの歌唱風月、はい、はい、見えテレビで毎週金曜日お昼放送してますので、近畿方面に行ったらテレビちょっとねチェックしていただいて、はい、名古屋とか方は、はい、名古屋も映るみたいなので、はい、はい、ぜひご覧ください。ということで、もうあっという間の、あっという間の、あっという間ですね、本当にもうね、はい、ということで、もう締めの一言、はい、はい、今日の総括、はい、総括、総括、はい、感想、もう何とも言えないですね、もうあの前回に引き続き、もうなんかまさしくの勢いがすごいので、うん、ずんどこって感じですかね。そうだよね、ありがとうございます。ずんずん本当に24時間ずんどこで行ってほしいね。もういびきもずんどこで、もう眠る暇がない、いびきもずんどこ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 、それぐらいもう世間を席巻してほしい。世間を、おお素晴らしい、あ、ダジャレじゃないよ全然、あーっつって石鹸はビオレと、あ、そんなことないですね、失礼いたしました。商品名は言わないように、はい、あ、最後の最後まで気抜くなってことやな、最後まで焦りが皆さんにも伝わってくるかなと思いますけど、今日もいろいろと鶴間道場でもありますから、はいはい、練習、もう番組名鶴間道場青い山脈は青い山脈すごい堂々たる、今回はおかけしなかったですけども、本当にいい曲ですから、うん、やっぱり2人のなんかこのまたね、前回も言いましたけど、令和の風が吹いてる青い山脈ですから ね、ぜひともまた次回ね、はい、おかけしするのか、はい、2人でデュエットするのか、生歌いたいですね、生歌で ね、次回お届けしましょう、はい、それまでまた、2週間のお別れでございます。はい、はい、第4金曜、14時から、最新配信を行っております。よろしくお願いします。気に入った方はいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回、はい、2人の生歌青い山脈をお楽しみに、お別れです。ありがとうございました。さようなら、さようなら。